はいどうも、アメカズでございます。ムチーフ通信9月号お店の新着商品とか一押し商品についてご紹介させていただきたいなと思います。今回ムチーフの新着アップ日、お店に並べる商品入荷日のお知らせをさっき言っとかないとダメですね。9月の20日月曜日の8時20時ですね。9月の20日20時に新着商品アップさせていただきたいなと思います。結構ね、急というかもう今日が19日なので明日みたいな、いきなりでね、すごく申し訳ないんですけども、明日20日の8時からアップしたいなと思いますので、もし気になる商品ありましたらぜひ覗いてみていただければ嬉しいです。じゃあまず今回の、一押し商品というか、まあ一番レアものというか、まあそういった商品のお話をしていこうかなと思います。まずはね、これじゃじゃん、アラビアのコラーリのココアカップとかモーニングカップとかって呼ばれてるやつです。まあ分かりやすく言うとマグカップってことですね。このカップのサイズがすごく大きいんですよ。コーヒーカップと比較するとサイズが明らかに違うのがね、分かってもらえると思うんですけども、容量としては本当にね、マグカップぐらいの容量で、アラビアの S モデルなんですけど、 S モデルってここがこんな風になった D ハンドルと呼ばれてるマグカップがあるんですね。それ一回僕のお店でも出したことがあるんですけど、それと同じ容量です。もうすごくね、使いやすい、使い勝手のいいやつで、この S モデルのこのフォルムが大好きな人にとってはすごく日常使いにとてもいい、ココアカップと呼ばれてるやつですね。まあ、モーニングカップとかマグカップとかっていう呼ばれ方もしてます。すごく使い勝手がいいって言ったんですけど、なかなか持ってる人が少ないです。なぜかというとめちゃくちゃ珍しいというか、この S モデルのカップの中でも結構レア度が半端ないんですね、それぞれのシリーズで。最近はいろいろ手に入りやすいんで、アネモネとかルスカとか、まあ、ルイヤとかロスマリンとかいろいろね、このココアカップ手に入りやすくなってはいるんですけど、このコラーリ、このピンクのお花柄のアラビアの大人気シリーズコラーリのココアカップはマジでめっちゃ珍しい。めったに市場に出ないんですよ。ちょっとお値段高いんですけど、伝えておけなければならないところというか、まあ、悩みポイントがあって、細かい傷がショー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 って入ってるんですよ。コラーリって値段が高いんで、かなり新品に近い状態のものを好む人が多いんですけど、まあ、ちょっとねシャ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 って傷が入ってるのとか、まあ広大に若干ちょってなったりするところがあるんですけど、まあ、若干ね傷があるっていうところがちょっと言っておきたいところかなと思いますね。若干の使用感はあります。ただ悪い状態ではないですね。ですごく珍しいし、カップの中もすごく綺麗です。なかなか並べることができない、本当に珍しいアイテムなので、まあ、値段は少し高いんですけども、もしお探しの方とかね、使いたいと思ってた方いましたら、ぜひご検討いただければなと思います。コラーリのココアカップ、マグカップですね。本当にいいサイズです。こんな感じで日常的に使っていただけるかなと思います。でですね、もう一個めちゃくちゃ珍しいやつ、動画とかでも出したんですけども、アラビアのマーズというエステリトムラデザインのカップがありまして、このような太陽の柄のカップですね。エスプレッソ系のちっちゃいカップで、コレクションする人が飾ったりするように集めてるっていうのが大体大半かなと思います。このアラビアのマーズが、僕が今までお店に出した商品の中でも群を抜いて、最近で言えば本当にダントツでレアかなというか、本当に手に入んないです。これマジでね、手に入れれないです。このマーズってカップの形がこの丸みを帯びた可愛いやつと、角張ったなんか特殊なフォルムのやつがあるんですね。で、この角張ったやつは時々ごく稀に見かけるんですけど、この丸いやつは本当にないね。マジで手に入んないです。このカップ2つありまして、値段がそもそも高いんで、まあ、1つずつ出して集められてる方がもし
いたらどっかに届いたらいいなと思ってたんですけど、ちょっと難点がね難しいというか悩みどころで、2個セットでちょっとお安く売ることにしました。カップね2つとも状態はすごくいいんですよ。ただ製造のあれによってね全然変わるので難しいとこなんですけど、ちょっと噛み合わせが悪い部分があります。使うっていうよりかはコレクションするようかなと思ったりはしますね。全然使えることは使えるんですけど、日本でエスプレッソ飲む人っていうのもすごく少ないかなと思うので、まあ、ちょっとコレクターズ向けの商品で、まあ、立て付けがちょっと悪いっていうところと、もう一つのカップがですね、もうこれはちょっと悩みどころなんですけど、状態はいいんですよ。状態はいいんですけど、素地の部分にへこみがあるんですよ。素地にその上から釉薬が塗られてるんで、なんか水が染み込んだりとかっていうのはないんですけど、ちょっと素地にへこみがあるので、これ単体で販売するのもちょっと難しいなっていう僕の判断なんですね。ちょっとお店の事情的に市場に出なさすぎて値段の設定がめっちゃむずいんですけど、まあ1万円とか2万円ぐらいは多分ね落としてると思います。2つセットでお探しだったっていう方がもしいましたらね、このアラビアのマーズ超レアアイテムなので、よければご検討いただければ嬉しいかなと思っております。それからちょっと珍しいカップで言うと、青いお花と金色の模様が入ってすごくね可愛いです。これもちっちゃいカップなんですけど、すごく可愛いですね。日本の市場にもそんなに多くはないぐらい、結構珍しいやつですね。ちょっと値段は高いんですけども、すごく可愛いので、よければどうかなと思いますね。めっちゃ可愛いですね。これはめっちゃ立て付けいいのですごくいいですよ。フォルテというフォルムのフローラというデザイン、このお花柄のカップ&プレートです。ソーサーというよりかプレートですね。こんな感じでセットで使えるというやつですね。めっちゃお花柄がね可愛くて、僕本当に一押しなんですよ。このフォルテのフローラロゴとかもめっちゃ可愛くてすごくいいんですけど、状態もかなりいいんですよ。一つだけねちょっと言っておきたいところがあって、すぐ見失っちゃうんですけど、なんかね裏面によく見たら線が入ってて、でそれがね認識しないと分かんないという、僕もね直前で気づいて危なかったって感じなんですけど、どこだどこだマジで分からん。見つけたらすぐなんですけど見つかんないんですよ。ここにねなんかね線が入ってんですよ。でこの線がなんか一瞬ヒビかなんかかなと思ったんですけど、ちょっといろいろね食器の響きとかで検証してみたんですけど、ヒビとか貫入とか亀裂とかそういうものではないと判断しました。作る過程で素地になんかこういう線が入ったり、若干素地が切れたように見えてるのかな。多分ね外には影響しないような線のように見える何かがよく見るとあるっていう状態、使う上では気にならないので本当におすすめ商品なんですけど、もし何かあった時のために、この商品だけ、半年間ぐらい保証をつけようかなと思ってます。まあ、特別契約書とか作るわけじゃないんですけど、まあ、お店としてこの商品だけはもし何かあった時のために半年間ぐらい保証してもいいかなと思ってますので、もし気になる方はお店の商品ページにね書いておくので見ていただければなと思います。それから、まあ、一押し商品ばっかり話しててもね、そのあたりは興味ないわという人がいるかもしれないので、人気どころっていうかメジャーどころでアラビアの S モデルのプレートを今回、数がちょっとずつなんですけども、いろんな種類ご用意しました。まずアネモネ、アスラック、フラクタス、コラーリ、コスモスで、メリ、オトソ、絵柄なしと絵柄ありがあります。ルスカ、セリア、ウートは11種類ご用意しました。でどれもね状態はいいものが多かったかなと思いますね。コラーリは17センチのケーキプレートなんですけど、ちょっとね若干傷はあるんですけども、使う上では僕は問題はないかなと思いますね。でまあコラーリの
ケーキプレートってお探しの方結構いらっしゃるかなと思ったので、ちょっと多めにお店には並べるようにしております。で、今話した中でですね、アスラックとセリアっていうちょっとシリーズがありまして、こういった柄の S モデルのプレートで日本ではね結構珍しいと思うんですよ。あんまりお見かけになったことがないという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、アスラックとセリアっていうシリーズですね、珍しいのでちょっと悲しいんですけども、傷が、ちょっと多いなという印象ですね。比較的目立ちにくくはあるんですけども、それでもやっぱりお皿見るとやっぱ傷がそこそこあるなと思ったりしますね。使う上では実際そんな気にならなかったりするのかなとは思うんですけども、なるべくお安くしておくので、傷気にしないという方とか、お試しでちょっと珍しい柄のやつ使ってみたいという人は、ご検討いただければ嬉しいかなと思いますね。サイズは S モデルの中でも珍しい24センチっていうサイズなんですよ。17、20、26っていうのが定番なんですけど、その20と26の間の24センチっていうのもあるんですね。これもちょっと珍しいサイズなんですけども、26まで行くとね結構でかくて重くて使いにくいなっていう人もいると思うんで、20より大きめのちょっといい感じの大皿として使っていただけるんじゃないかなと思います。いっぱいねご紹介して申し訳ないんですけども、クイストゴーデザインのレリーフも今回、お店に少し並びます。レリーフのカップってちょっとこんな台形になってて特殊な形してるんですけど、これがまたね可愛いというか、なんか安らぐ形なんですよね。初めはなんなんこの変な形とかって思ったんですけど、今はねこの形じゃないとレリーフは認められんと思うぐらい、めっちゃいい感じというか、落ち着きのある感じ、それがすごく可愛いんですよね。カップ&ソーサーと、もちろんケーキプレートとかもあります。ちょっとレリーフ自体の個体差っていうのがかなり出たりするので、そういうのも含めて見ていただければなと思います。で、このレリーフに関して今回ちょっと珍しいものをお店に並べます。こちらでございます。レリーフの21センチのプレートで、これ普通の21センチのプレートとちょっと違います。どこが違うかというと、普通はこのサイズになると真ん中にグリーンが入ってるんですね。センターグリーンが入ってるんですよ。やけどこのお皿にはセンターグリーンが入ってないので、レリーフ色一色として使えます。このセンターグリーン入ってないっていうのが結構珍しいんですよね。やっぱ日本とかではなかなか手に入んない、結構珍しいですね。レリーフとかね、こう検索してもらったらわかると思うけど、全部ここにグリーンの色が入ってるんですけど、このグリーンの色が入ってないっていうのもあって、それがなかなか珍しくて、しかもレリーフ色で使えるのでファンにはなんかいいですよね。このレトロな色合いでこのサイズのお皿使えるっていうのはなんかすごくいいなと僕は思っているので、そんな珍しいものもお店に今回並びます。最後にですね、いつもねお店には傷のあったりするものをかなりお安く出しているシリーズというのがちょいちょいありまして、今回もちょっと傷ありのお安いシリーズっていうのを、いくつか買いました。こんなやつです。ロールストランドのミラノというシリーズです。結構ねこの茶色と真ん中の絵柄がなんかレトロ感あって、でも
古臭くない感じ、すごく可愛いなと思ったんですよね。ボールになってます。20cm、21cmのボールですね。本当にオールラウンドに使えるやつです。裏のロゴもね結構可愛いんですよね。これあのボールの中央とかちょっとリムの部分に使用感があるので、まあお安く出そうかなと思ってるやつですね。まあ木ざりでもいろいろお試しで使ってみたいっていう方とか、まあスウェーデンの食器ちょっとお試しで使ってみたいっていう方にはいいと思いますね。というような感じで、今回のラインナップは珍しいものから定番のものまでいろいろね買いつまんで、お店に並べていくような感じになります。新着アップ日は9月20日の月曜日20時8時からね、お店に並べようと思ってますので、もし何か気に入るもの、使ってみたいと思えるようなものがありましたら、ぜひご検討いただければなと思っております。今回のやっぱり僕の一押しとしてはアウリンコルースであったり、レリーフのセンターカラーなしとか、あとはコラーリのね、ココアカップとかね、すごく珍しいので、いいんじゃないかなと思ったりはしております。というわけでご視聴ありがとうございました。アメカズでした。バイバーイ。